日にちがつまらない人のノートは。なんとなくなんですよね。なんとなくですね。とってもつまらないわけじゃないんだけど、なんかやる気がないとか、面白くない日々が続いてしまっているという人は増えている。これもしかしたら陽気のせいなのかなとか、体調が悪いのかなと、いろんな老化のせいなのかなと、いろんなこと思いますけども、ね、はい、やっぱ脳がどうか変化してるんでしょうかね、これ。そうですね。老化っておっしゃる方が結構いるんですけども、順化といって慣れると書くんですね。慣れる化けるで、順化、うん、そうです。いろんなことにこう慣れを感じて新しいことに出会わなくなるということは、まあ年を重ねていくと増えるわけですけども、そうするとですね、新しい刺激がないので、ドーパミンという、まあ快感や多幸感を得る物質がですね、出なくなっていくんですね。例えばサラリーマンの人なんかでね、こうある程度の年齢になるともう仕事もかなり慣れてきて、もう効率よくこなすことができるようになる。で、そうするとですね、まあもう流してでも仕事できるような感じにちょっとずつなっていきますよね。それ自体は決して悪いことではないんですが、なんかこう流して楽に生きられる状態っていうのもですね、あ、なんかつまんないなぁ、毎日に張りがないなぁっていうふうに感じちゃうという、この状態をなんとかしたいということなんですよね、きっとね。はいはい、で、ただ問題はですね、この楽して生きられる、まあ流して生きられる状態っていうのは実は、すごく効率が良いので。こんな幸せなことはないって言えば幸せなことは。そう。平和ですしね、すごく適応してるんですよね。で、この状態を壊してまで本当にドキドキしたいのかしら。っていうことなんですよね。で、本当に現状がつまらなくてドキドキしたいのであれば、もう秋が来た嫌なことをやめてしまえばいい、脱サラっていうかね、まあ、こう今のこの生活を捨てて新しいことやればいいだけなんですけども、それはまああんまりやる方いない。で、それができないのは本当はこの飽きた状態、つまらない状態っていうのも実はメリットがあって、本当は幸せなんだっていうことがわかるわけですね。まあなんかどっかに、ここじゃないどこかみたいな場所にこうユートピアがあることを夢見てる人も多いんですけれども、実はユートピアに行ってしまえばユートピアが日常になってしまうので、そんなものは本当はどこにもないんだよということを、自覚することも大切なのかもしれません。ということは、なんとなく毎日がつまらないってことはとっても幸せなんてことなんだっていうことを言ってみれば。そうです。すごく慣れた、楽な環境で効率よく生きることができている素晴らしいことなんだということができますね。でも刺激が欲しいね。刺激が。わかります。ドキドキしたい。かといって、嫌な上司が来て、それと毎日戦うっていうのはね、青春みたいなね。そうですね。テーマは、またそれはそれで嫌だけど。そうですね。ちょっと疲れますよね。疲れますから。ただなんかドキドキしたいんですよね。もし毎日をね、ドキドキしたいのであれば、こう、現在進行形でドキドキしている人、まあ若くてあんまりこう、いろんなことを経験してない人たちですね。はい、こういう人たちとお付き合いして、こう自分が昔ドキドキしてたなっていうことを思い出すような、そういう経験をたくさん、できるような環境にしていくのがいいかもしれません。これはまた男女関係になるとまたね、いろいろ問題になるでしょ。これは大変ですね。まあそこは、うまくやっていただいて。うまくやっていただいて。ああ、なるほどね、そうか。でもやっぱりほら、例えばね、オリンピックに出場しようとしてる人は、なんとなく毎日がつまらないわけじゃないじゃないですか。何かと戦ってるし、目標があるわけでしょ。挑戦してますよね。ですよね。あとは、例えば、病気と戦ってる方も。はい。毎日が挑戦っていう人やっぱり。っていう、いますよね。毎日がつまんないなんてとても言えないと思います。やっぱり何か大きな目標だったりとか、手の届かない目標ではないけれども、ちょっと背伸びしないとダメかなっていうぐらいの目標を持っておくのが一番、ドキドキをいい形で続けさせる方法かもしれませんね。どういうの？ドーパミンをたくさん出すためには、はい、結論的に言うと、どうすればいいんですか？そうですね。新しい刺激をたくさん入れることです。はい、例えば、新しい人に会うとか、新しい場所に行くとか、出会ったことのないタイプの人とよく話をするとか、はい、まあ、映画や本でもいいわけですね。そうですね。新しい趣味を持つっていうのもいいかもしれません。なるほど。はい。はい。では、長野さん、今週の締めの言葉をお願いします。毎日がつまらないなら、嫌なことをやめればいい。嫌なことをやめられないのは実は現状に満足しているからです。そうなのかなと、いろんなこと思いますけども、ね、やっぱ脳がどうか変化してるんでしょうかね、これ。そうですね。老化っておっしゃる方が結構いるんですけども、順化といって慣れると書くんですね。慣れる化けるで、順化、そうです、そうです。
いろんなことにこう慣れを感じて新しいことに出会わなくなるということは、まあ年を重ねていくと増えるわけですけども、そうするとですね、新しい刺激がないので、うん、ドーパミンという、まあ快感や多幸感を得る物質がですね、うん、出なくなっていくんですね。うん、例えばあのサラリーマンの人なんかでね、こうある程度の年齢になるともう仕事もかなり慣れてきて、うん、もう効率よくこなすことができるようになる。で、そうするとですね、まあもう流してでも仕事できるような感じにちょっとずつなっていきますよね。それ自体は決して悪いことではないんですが、うん、なんかこう流して楽に生きられる状態っていうのもですね、あ、なんかつまんないなぁ、毎日に張りがないなぁっていうふうに感じちゃうという、うん、この状態をなんとかしたいということなんですよね、きっとね、はいはい、で、ただ問題はですね、この楽して生きられる、まあ、流して生きられる状態っていうのは実は、うん、すごく効率が良いので、こんな幸せなことはないって言えば幸せなことは平和ですしね、うん、すごく適応してるんですよね、うん、で、この状態を壊してまで本当にドキドキしたいのかしら、うんっていうことなんですよね、うん、で、本当に現状がつまらなくてドキドキしたいのであれば、もう飽きが来た嫌なことをやめてしまえばいい、脱サラっていうかね、まあ、うん、こう今のこの生活を捨てて新しいことやればいいだけなんですけども、うん、それはまああんまりやる方いない。で、それができないのは本当はこの飽きた状態、つまらない状態っていうのも実はメリットがあって、本当は幸せなんだっていうことがわかるわけですね、はい、うん、まあなんかどっかにここじゃないどこかみたいな場所にこうユートピアがあることを夢見てる人も多いんですけれども、実はユートピアに行ってしまえばユートピアが日常になってしまうので、そんなものは本当はどこにもないんだよということを、はい、自覚することも大切なのかもしれません。うん、ってことは、はい、なんとなく毎日がつまらないってことは、とっても幸せなってことなんだっていうことを言ってみれば。そうです、そうです。すごく慣れた、うん、楽な環境で効率よく生きることができている素晴らしいことなんだと、うん、いうことができますよね。でも刺激が欲しいね。刺激が。そうそう、わかります。ドキドキしたい。かといって、嫌な上司が来て、うん、それと毎日戦うっていうのはね、青春みたいなね。そうですね。テーマは、またそれはそれで嫌だけど。そうですね。ちょっと疲れますよね。疲れますから。ただなんかドキドキしたいんですよね。うん、もしもし毎日をね、ドキドキしたいのであれば、こう、現在進行形でドキドキしている人、まあ若くてあんまりこう、いろんなことを経験してない人たちですね。はい、こういう人たちとお付き合いして、うん、自分が昔ドキドキしてたなっていうことを思い出すような、うんうん、そういう経験をたくさん、できるような環境にしていくのがいいかもしれません。はい、これはまた男女関係になるとまたね、いろいろ問題になるでしょ。これは大変ですね。まあそこは、うまくやっていただいて。うん。